新紙幣発行に乗じた詐欺被害を未然に防ごうと、警察が今日大分市でチラシを配り注意を呼びかけました。街頭での注意喚起が行われたのは JR 鶴崎駅前です。警察官たちは旧紙幣が使えなくなるので回収するといった手口に気をつけるよう呼びかけていました。新紙幣と交換するとか旧紙幣が使えなくなるといった言葉自体が詐欺だと捉えていただいて、警察に通報していただければと思います。他にも ATM が新しくなったので交換すると嘘をつき、キャッシュカードを騙し取ろうとする手口にも注意が必要だということです。